装甲ボックスランチャー、戦艦、ニュージャージー上。装甲ボックスランチャーは、アメリカ海軍におけるトマホーク巡航ミサイル発射機の一つ。VLS 搭載以前の水上艦向け機材であり、マーク32トマホーク武器システムの一部となる。トマホークは1970年代から1980年代にかけて開発されたが、それまでのアメリカ海軍水上艦における、 ミサイル発射システムとは適合しなかった。そのため、ミサイル庫及び発射機も開発する必要があった。トマホークは、比較的大型のミサイルであり、ミサイル庫兼発射機の設置場所としては、甲板上が考えられた。しかし、非防御状態で設置することは防御力の低下を招くと考えられ、走行で周囲を覆うこととした。これにより、 マーク143走行ボックスランチャーが開発された。ビエルは4連装発射機であり、発射塔を斜めに起こしてからミサイルを発射する。1980年代前半より、水上艦に回収による追加搭載が開始されたが、より柔軟性のあるマーク 41VLS の実用化により取って変わられた。イオ a 急戦艦は、 マーク1 2コインチ砲などを下ろした場所に発揮。スプルーアンス級駆逐艦は、全艦板のアスロック対戦ミサイル発射機の左右の、艦板に2機、他の艦は、艦の後部に2機搭載した。ありがとうございます。